ナイトメアです。ボーカルのヨミです。ヒスギです。ギターのサキトです。ベースのニアです。そうです。ベルベットミュージック、はい、僕たちナイトメアは3月29日に、ニューシングルフェアウェルをリリースしました。まあ、今回のですね、楽曲ニア君、はい、どんな楽曲になっていますか？やっぱあれですね、ド頭からギターのスカンと出てて、はいはい、疾走感があってありますね。メロウな、はい、ユミさんの歌があって、そうですね、なんかこう、うん、ナイトメアらしい一曲になったんじゃないですか、うんうんうん、結構なんか昔のね、あの僕たちっていうのをイメージしてというか認識して作ってる感じなんですよね、サクさん。はい、ね、まあ、ちょっとなんていうんですかね、うん、僕らなりのストレートじゃないですけど、うん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 、を考えながら。なるほどなるほど。はい。まあ、MV の方もね、撮ったんですけども、筒井くん、どんな感じの MV になっておりますか？そうだ、なんか、まあ今、普通の部屋にこういう格好で5人並んでるから違和感だけど、はいはいはい。MV の中だと、うん、こういう衣装も、うんうん、全然馴染むような。うんうんうん、セットというか、そうですね、はい、うんうん、もしこんな感じですか、はい、になっておりますので、ぜひですね、ミュージックビデオの方もご覧ください。そしてこの、シングルを引っ提げてツアーの方、現在やっているんですけども、次はですね、5月6日土曜日福岡、ドラム B1、 そして5月の7日日曜日、熊本、B9、V1、V9V1 そして、5月の、9日火曜日、名古屋、L ですね。そして、5月14日日曜日、ツアーファイナル、東京リキッドルームということで、はい、はい、ツアーがありますので、ぜひぜひこちらの方も遊びに来てください。よろしくお願いいたします。そして、今はですね、5月ですねということで、アウトドアな季節、全員で以下のどれかを一つやらなければならないとすれば、全員でやるんだ。そうですね、何でしょうかみたいな感じなんですけど、何があるか教えてって、ですね、キャンプ、釣り、DIY、ジョギング、登山っていうことなんですけども、だから5人でどれかやるんですか？そう、5人で現実的なことだよ。キャンプ、まあまあ、そうだよね、釣りそうだね、釣りは登山もしてみたいっちゃしてみたいけどね、全然、ね、いいことしますよ、ね、絶対頂上登ったら2人しかいないみたいなことない絶対になるよ絶対まあ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 、ルカさんは どれが一番、まあ DIY、 ああ、何作んだろう、小屋こいつ犬小屋なんで犬小屋犬がいないのに、まあ、それをこう誰かこう、まあ、プレゼントみたいなね、犬を飼ってる方に、方に僕たちが作った素人が作った犬小屋まあ面白そうですけどね、まあ、キャンプかな、キャンプしたい。どう、セイ君は？5人でって考えたらまあキャンプかなと。まあそうだよね、まず、役割分担してもらって、役割分担、ああ、じゃあどういう役割分担？俺あれするわ。何？火をつけて、あ、火を、火起こしね、火起こし、焚き火、結構難しい、むずい、焚き火班で行くわ。焚き火班、ああ、いいね。で、他は？ルカさんは、うん、焼き、焼き、ああ、じゃあ飯担当だ。うん、で、俺は、兄は、兄は、テント作る。ああ、テント設営ね。で、さきとはお酒作る。お酒作る。作るってこと？バッタリ。ああ、もうみんなのね、みんなのやつ。飲み物。私はみんなにお酒を提供する人ですから。アーティ的なね、もう。ああ。俺何もすることねえじゃん、じゃあ。いや、コンビニどこかやし。おい。足じゃねえからさ。ちょっと巻き拾ってきて。あ、巻き拾いいいね。うん。巻き拾いするわ。うん。まあまあ一度やってみたいですけどね、時間があればね、企画とかがじゃあね、あればね、はい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 、はい、と、そんなナイトメアでございました、はい。